写真拡大。オープン戦 DeNA1-4 ソフトバンク16日横浜スタジアム。本拠地デビューとなったドラフト1位の上茶谷大川投手23、東洋大だが、6回を6安打4失点。3回にグラシアルにスリーラン。それでもラミレス監督は評価は変わらないとしており、開幕ローテ入りする見通し。